それでは始めさせていただきます。まず背景として現状の IR に言及したいと思います。現状の IR は基本的には文献データベースに基づく OA 推進のための基盤だと言えるかと思います。もう少し具体的に言いますと、図のような感じで Web of Science とか S コーパスとか、文献データベースを定期的にサーチして、所属研究者の論文を補足した上で、それらの論文の本文を研究者から取得して、公開するといった形で IR は使われていると思います。無差別的に OA を推進しているという点においては、社会貢献のための基盤だというふうにも言えるかと思います。で、こういった形で現状の IR を整理したときに問題に思えてくるのは、やや大げさに言いますと、IR は研究者にあまり必要とされていないということです。ですので、IR を研究者に必要とされる研究支援のための基盤として使えないのかという点について考える必要があるかと思います。で、この発表では、IR を研究支援のための基盤とするための一つの方法として、検索基盤であるサイニーとの連携に言及したいと思います。サイニーと連携して、IR を研究支援のための基盤とするイメージはこのようになっています。先ほどのスライドで示した現状の IR との違いですが、文献データベースのところにサイニーが加わっていて、そのサイニーに対して研究者が OA リクエストをかけるという点が基本的な違いになっています。OA リクエストというのは、単純に OA 化されていない論文の OA 化をサイニー上で要求するものです。なので、サイニーは検索基盤であると同時に、OA リクエストのためのカタログとしても機能することになります。で、このように利用される IR は、研究者からの需要に基づく OA 推進のための基盤ということになり、故に、研究支援のための基盤、具体的には、論文収集支援のための基盤というふうに、位置づけられるかと思います。アイデアとしては、ILL とそれほど変わらないので、突飛な印象は、ないかと思います。OA リクエストをするためのユーザーインターフェースのイメージですが、こういったリクエストボタンをサイニーの検索結果上に設ける形になるのかと思います。当然、リクエストが多すぎると、対応が大変になるので、ユーザー認証などによって一定の、制限を設ける必要は、あるかと思います。もちろん、アイデアを言うのは簡単なんですが、OA リクエストの実装は、簡単ではないと思います。どういった課題があるのかと言いますと、著者の所属機関名が付与されていないという課題があります。ですので、リクエストボタンをつけても、そのままでは、機関の IR 担当者への、リクエストの通知はできないということになります。ですので、どうやって機関名を付与するのかを考えました。まず、下準備として、著者名をキーとして、科研等経由で、新着論文へ機関名を付与します。で、同一著者名の過去の論文へも芋づる式に機関名を、付与します。で、この段階においては、機関名の重複は許容しておきます。で、こうした状態にしておいて、OA リクエストがあった際に、OA リクエストをしたユーザーに対して、事前に付与した機関名をリコメンドします。で、次に、リコメンドされた機関名の中から、ユーザーは正しいものを選択したり、リコメンドされた機関名以外のものを指定したりして、リクエストを行います。で、通知を受けて、ユーザーが指定した、機関名が間違っていた場合には、IR 担当者側で、正しい機関名への修正を行って、その機関へ、リクエストを転送する、形になります。で、こういった形にすることで、確実に、リクエストを、通知できるかと思います。で、最後に、将来における展開に言及して、終わりたいと思います。OA リクエスト自体が、将来的な話なので、さらにその先の話に、なるんですが、サイニーに限定されない形で OA リクエストができれば、便利かと思います。イメージとしましては、論文に関するページを閲覧した際に、アンペイウォールのような感じで、ブラウザの端に、ボタンが表示されるようなものができれば、OA リクエストが定着すると思いますし、それに伴って、研究支援のための基盤としての IR の重要性っていうのが、高まるというふうに思っています。以上となります。ありがとうございました。